ないか。わざわざ見送りに来てくれたのか。ありがとな。中は何だこれ。ありがとよ。すぐに帰ってくるからね。それまでロリーも風邪なんかひくんじゃないぞ。おうよ。それじゃあぼちぼち行こうか。次はロンドの橋か。ここの近くまでなら何度か絵を描きに来たことがあるな。なるべく早く抜けてしまいましょう。さあ行きましょう。まあこんなものね。そう言ってもらえるとは光栄だわ。この調子で続けばいいがね。なあ、心当たりなら絵を描きに来たことがあるな。この辺りは他と比べれば少しは安全かしら。見慣れた場所でも油断をしてはいけないわね。余裕だったな。いつもこんなに楽ならいいのにな。頼んだよ。期待してるからな。そう言ってもらえるとは光栄だわ。ロンドンの橋に着いたわ。どこかで見たことがあるわね。あ、そうそう、思い出した。あいつはセーラの兄貴だよ。うん、一度見たことがあるんだ。
さんも元気にやってたか？ちょっと前にな、似顔絵を描いてもらう、いや、描かせてやる約束をしたんだよ。じいさん、風景画から人物画に転向するってんで、まず最初に私を描いてみたいって言うんだ。あんまりしつこいんで、根負けして OK しちまったってわけさ。頼むよ、この通り。老い先短いじいさんを哀れと思って、願いを叶えてやってはくれないか。条件？え？まさか、変なことに使うんじゃないだろうね。本当か？国中の人間が見送りに来て、最高機密なのか？うん？脱がねえよ。本当に変なことに使うなよ。さあ、行くわよ。次はアルタミの洞窟か。私、暗い雰囲気の場所って結構好きなんだ。足を壊されて予定が狂ったわ。急ぎましょう。時間は貴重よ。急ぎましょう。余裕だったな。いつもこんなに楽ならいいのにな。頼んだよ。期待してるからな。そう言ってもらえるとは光栄だわ。なあ、私絵を描くのが趣味なんだ。どこに興味はあるかい？そうか、私も風景画が好きなんだよ。
まあこんなものね。そう言ってもらえるとは光栄だわ。この調子で続けばいいがね。もうアルタミの洞窟に着いたのか。We'll be right back.
それじゃあぼちぼち行こうか。次はミッドモネーか。なんか有名なレストランがあるらしいな。小さな村のようね。小さな村でもきっと休めるところがあるはずよ。まあこんなものね。そう言ってもらえるとは光栄だわ。この調子で続けばいいがね。私の気分？そうね、とても充実しているわ。まあ余裕だったな。いつもこんなに楽ならいいのにな。頼んだよ、期待してるからな。そう言ってもらえるとは光栄だわ。ミッドモネーについたわ。